日本茨城県つくば来市省庁小針は、茨城県つくば来市の地名。郵便番号は300-2353。つくば未来市の中部に位置し、地域内を県道のダウシク線が通る。また、未来平地区に隣接しており、北西部を未来平地区へと分離した。地域内には、私立小針小学校、つくば来市総合運動公園がある。東は、板橋。 稲東、西は、新と、忍部下、四方が、丘、陽光台、谷口、南は、新と、北は、小島神殿と接している。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。戦国時代にはただ腰吉久が、小針城を築城した。慶長8年に、 松下茂綱が小針城に入り、小針藩を建てたが、現那2年に下屋国から須山藩へ違法となったため、小針藩は消滅し、小針城も廃城となった。寛永2年、伊野忠春が陣屋を設け、木の川の河川工事と矢原領の開拓の拠,の拠点とした。また、近世の小針は小針駅とも称し、筑波や矢田部へ向かう街道の宿駅としての役割もあった。 近代になると小針村の役場が置かれ、稲村発足以後は、村の北部に位置する一集落となった。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス未来平駅、常磐線取り駅とつくば市や田部地区を結ぶ、路線バスと、つくば未来市、コミュニティバス、未来号が地域内を走っている。未来平駅にも近接しており、未来平駅からのバスも利用できる。地域内には、照らした、 小針下宿、小針、あたご、あたご住宅前、高波、出産住宅の7つの停留所がある。地域内には、高波住宅前、高波、あたご住宅前、あたご、小針、宮田鹿前、総合運動公園西、寺下、小針下宿、出産住宅前の10つの停留所がある。ありがとうございます。